キーボードマガジン2012年オータム号に、登場いたします。アバンギャルドです。アバンギャルドです。ボーカルの松永天馬です。キーボードの八村圭です。はい、今回はシンセポップ特集ということで、はい、いろいろお話をさせていただいたんですけれども、はい、どうでしたか。アバンギャルドの、うん、こう楽曲制作の裏側、うん、こう見せちゃうぞと、はい、僕と天馬の間でどういうやり取りがなされて、どんなメイキングを、どんなメイクラブをしているのかっていうのをさあ明らかにしていきたいと思います、はい、していきたいと思います。そしてそんな我々なんですけれども、はい、9月の、9月の19日に、僕らニューシングル、はい、さよならサブカルチャーが、リリースされます、はい、こちらの曲なんですけれども、シンセ的な聴きどころは、もうシンセもバリバリ入ってますし、うん、ピアノもガンガン弾いてますし、うん、キーボードマガジンを読んでる人は聴かなきゃダメかなっていうサウンドが埋め尽くされてますね。あの今回はかなりロック色も、うん、僕らにしては珍しくロック色も強くてギターもガンガン出てるんですけど、はい、でそれに対して打ち込みがそのギターに拮抗していくようなね、うん、その機械的なものと肉体的なものがぶつかり合うようなそういう激しいサウンドになってますので、はい、ぜひとも聴いてください、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そしてそして、はい、そんな我々アーバンギャルドなんですけれども、はい、史上2回目の全国ツアーが、うん、この秋10月11月と開催されますので、はい、全国津々浦々の、うん、アーバンギャル、ギャルソンの皆さん、はい、ぜひとも遊びに来てください。仲間がいます。ライブで iPad ソロもするかもしれないですね。お、iPad ソロ、あ、そんな感じの、じゃあその時は僕がギターみたいな感じで iPad! iPad! ドヤ顔で iPad を叩きまくってください。ぜひともおいでください。よろしくお願いします。また会いましょう。地獄でな。